はい。Tears of the Kingdom の続きやっていきましょう。ですね、いろいろと見て回っている間に、ここの、ギルドキャニオン眺望台ですね。こちらを直してもらえる人が近くにいたということに気づいて、で、適当にエレベーターを上げ下げして連れてきたら直してもらえましたんで、ここを解放するところからやっていきます。行くぜ。いつものように取り付けて、この格好だとなんか、仕事人っていう感じがして、今からこの貯蔵台のお仕事やりますっていう雰囲気が出てていいですね。ちょっと背負ってるものがいろいろよくわかりませんけど。さあ、これで貯蔵台ね、ここワープできるようになるんで、だいぶ楽になりますね。これ起動しないと、ここにワープすることもできないからね。あたりのマップが解放されてないだけだったらまだいいんですが。これでようやく、この、ギルド地方あたりに、飛んでくるのも楽になりましたんで。またアイテム収集の続きやって、で、この、シーカー族の服、意識が、もう一段階ずつ強化できたら、ギルド砂漠行きましょうかね。こんな風になってたんだな。上空にもなんか迷路っぽいのない？あれちょっと気になるな。後で行ってみてもいいかもしれませんね。君静かが見当たらないよ。しょうがねえな。なんか別のとこ探索するか。ちょっとゴーレムの武器が欲しい。ゴーレム系統のやつはそこそこの攻撃力と耐久性を兼ね備えていたと思うから、そいつにダイヤモンドくくりつけてダイヤモンドブレードとか作ったら。そしたらね、なかなかいい仕事してくれると思うんだよね。ただ、これまでゴーレムのね、砦って結構スルーしてたから、どこにあったかなって全然覚えてないんですよね。なので、探すところから行こうかなと思うんだけど。ん？ちょっと寒い？わあ、めっちゃ寒いやん、これ。ダメダメ。寒すぎるよ、これ。足だけ防寒しても、これもなお耐えられない。こんなに寒いの、ここ。防寒領域かな。7分間の寒さガード。レベル2がいるんか、ここ。そんな寒かったっけ？あ、でもそうか、寒いヘブラ地方のさらに上空だもんな。お！妖精いるやん、へえ。今まで見たことなかったよね、何気に。いや、いたかもしれないけど、ほとんど相手はいなかったよね。さ、マックスバスだ。へえ、マックスバスいるんだ。捕まえちゃうよ。藁にもすがる気持ちで、乗りたかったんだけど、乗れないんかい。これ取り出してみようか。なんか今入ってるかな。妖精がめっちゃ逃げるんですけど。海流の頭か。なんかうまいこと使ったら面白そうではあるんだけどね。ちなみに、ここのガチャって何が出るんだったっけ？あれ？まだ見てない？もしかして。あそこにあるよな。ガチャ情報は常に仕入れておかないとな。あ、てかちょっと待って、この下。いるよーん。今まで戦ったことないあいつがいる。ちょっと、あやつはちょっと、戦っておきたいな。ねえ、こういうゾナウエネルギーとか、いいもんもらえるかもしんないしな。まあ、今の、リンク君で勝てるのかと言われたら、ちょっと不安ですが。でもそんなこと言ったら大抵の敵がな、リンクより強いやつばっかりで、相手できねえってなるばっかりですから。勝てないかなーってやるのではなく、勝てるかもしれないからやってみようという気持ちで、やっておきたいね。さ、でガチャが来て、これでガチャ登録された？おう。でもまだ何が取れるか一回も分かってないやつですね。じゃあこれでいこうかな。ボン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 。はい、よろしく。お、ロケット出るやん。最高すぎるー。おお、ロケットにタイマー爆弾。割と当たりのガチャでは、ここ。ロケットはね、いっぱい使いたいんだ。うわあ、いっぱいもらうよ。欲しいゾナウリをね、これまで全然集めてこなかったっていうのがね、大事なところで、物が使えない要因だったと思うので。
ガンガン入れるよ。なんとオーブ5個で10連ガチャができてしまうんだ。そう考えるとやたら破格なような感じがするな。携帯鍋も1回で使い切りですからね。ありがたいよね。よし、じゃあ、ちょっくり行ってみようか。ガチャで気分が良くなったところ？初めてのガチゴーレム。何ゴーレムと言ったらいいんだろうな、こいつは。とか敵対存在なのか、そもそも。案外。ああ、融和的なやつかと思ってきた。わおー。登れる？登ってどうすんの？あ、これもしかして、そういうこと？これを外す。バラバラになってる。これで、こいつが弱点か。なんかすごい悲痛な叫びをしているのは気になるところなんですが。これを、あれか。弱らせて殴ればいいんだね。あー怖っ。敵班ももう殺そうになるの？うわー、ちょっと待って、チューリ君。お前強くない？チューリ君賢すぎる。いただきー。おえー。壊れちゃった。いや、でもだいぶダメージ入ってんな。楽々すぎないか？チューリ君がやたらめったら強いで。お、宝箱が出てる。宝箱でちょっと、俺の気を逸らそうという作戦だな。そんな許せんで。あらー、なるほどね。こいつだけを、クオリティというか、取り出せれば、この一気にバラバラにして、無力化できるから、楽になるよって話ですね。おう。お！てか、これももしかしてあれかい？なんかすんげえうねうね動いてるけど。これがあいつの核かな。ですが、あれだね、取り付けられるのか。兵士の槍ちょっとボロいかな。朽ちてるよな。朽ちてないやつにつけたかったんだけど、今ないんだよな。いや、でも耐久上がってるからこれならいけるか。スクロップ、ビルド。あ、でもそんなに攻撃力高くないわ。あれ？ブロックゴーラムって意外と弱いのか。案外楽に倒せる枠なのかもしんないな。おーん。いやでも、あれだな、これだけ簡単に倒せて、そこそこ攻撃力高いやつもらえるんだったら、割といい相手だな。これから磨けたらとりあえず相手するぐらいは、ありかもしれません。まあ、ちょっとここが寒くてな、霊気系の攻撃力アップがめちゃくちゃ、恩恵でかかっただけっていうのもあるかもしれませんが。いろいろ気球とロケットとかあって、これで飛んでってくださいというのがすんごい伝わってきますが。そうじゃなくて、俺は、あれなんだよな。ゴーレムの住処みたいなところで、素材が欲しかったんですが。全然ねえな。空島で探すのはちょっと大変かな。かといってな、地上で、どの辺にあったかも覚えてないんだよね。道なりに進んでいった道中にはあった記憶があるんですが、リトの村に行く、手前あたり、毛利橋、この辺にはあったような記憶があるんだけどな。橋渡ってたよな、確か。ちょっとその辺行ってみようか。でもどこが一番近いんだと言われたらわからん。ここかな？品川かの祠。お、カバンダさん、久しぶりだな。ちょっとやっとこうか。カバンダさんはね、実は、めちゃくちゃ簡単な完全攻略法があるのではないかということに最近気づいてしまった。ので、それをちょっと実践してみよう。まずこれがありますね。90度で立てるでしょ？で、これに90度で立てる。そうした上で、これを、このような形で90度直角に置く。そうした後に、この板のみを、間に、間合い具合に合わせて、ここの高さを調整してくっつける。くっつけられてなくない？いい感じのところでくっつける。待て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 、なんでこうなるの？おかしい。俺の完璧なタクティクスが、崩されすぎようとしている。いや、わかったぞ。これ直接やると角が立つから、ちょっと手前で、いい感じの高さに、調整してから、上に持っていけば文句ないでしょ。ちょっと待って、なんでこんな真ん中になるの？おかしいでしょ。なんかちょうどいいところにくっつけられるんじゃないんですか、これ。それができないような仕組みになっているのかい？
あ、これならいけんじゃない？いけなさそうだけどな。いや、今度はこれだと高すぎるのか。もうめんどくさいな。やってくれやがる。完璧な作戦だと思ったんだかな。なんか絶妙に、絶妙になんかこの方法を取らせる気がないな。正直な話、これだと倒れないっていう、倒れてないねっていう扱いにならないかな。ならないのかな。まあちょっと今回のは足元かなり不安定そうだし、そういった意味でも厳しいのかもしれないけど、こんなに重いんだな、これ。では話してみて。ダメだ、横に倒れるパターンか、これ。横に倒れないようにするには結構工夫がいるよな。いまいち、謎が深い、形になっているが。これで、この手前の板の、この辺にくっつければ、どうですか、もうこれ、倒れる要素なくない？カバナーさん、このアスレチックコースみたいなのどう思います？では話してみて。支えてあげるよ。ほら、倒れない。すごい。いい感じに挟み込んでるね。ここまでやれば倒れないんだな、さすがに。だいぶ無茶苦茶だけど、これもありというわけだな。だからいろいろごちゃごちゃ試していれば、そのうちなんとかなるんだよな。試しがいがあるミニゲームだよな。お弁当ありがとう。地味に回復量の大きい料理ありがたいからな。これ何の看板だろう。なんか気になりますね。不審な落とし物に気を取られた隙に暴漢に襲われるという事件が目撃されている。落とし物に安易に手を触れないでください。え？不審な落とし物？この辺にあんのかい？どうせイカナンに襲われるぐらいでしょ？それならなんとかなるんじゃないかな。そうでもないのか？不審な落とし物。ちゃんと街道沿いにあると思うんだけどな。ん？これか？不審な落とし物だ。拾おうぜ。あれ？違う。これ普通のハイラルボックリか？あ！わかったぞ？このハイラルボックリが、なんだったっけ？ジキルとハイドじゃなくて、なんだったっけ？あの兄弟だよ。あの兄弟の童話よろしく、こちらを誘導するために置かれているんだな。ハイラルボックリだ。でもハイラルボックリ普通にありがたいからな。もらってくのありがたいんじゃないのかい？めっちゃ誘導されていますけれども、誘導はされていますか？でもここに誘導される分には何も困らないんじゃないの？あれ？これ逆だったんじゃん、もしかして。こっちから誘導されていって向こうに行くみたいな感じじゃないのか？俺なんか勝手に全部もらっちゃいました。まあ、それならいいか。で、馬宿まで来ましたね。ここにもあったんだな、馬宿。ワープはできませんが、近くに、祠でもあればな。カバンダさん発見。ブレーキかけてと。ちょっと待っといてね。ここはまた、おお、看板壊れてんじゃねえか。支えるとか以前にここの方が問題なのでは。てか、いろいろいるし、なんか不思議な空間だな、これ。これで、この辺にくっつけると。お！ぴったりフィット！挟み込んでいる。これはもはや倒れる要素がありません。看板を立てている。よろしく。大丈夫だよ。ほら、見てくださいよ、もうこれ。完璧にフィットしている。看板。いや、でも、そうか、えのきだ社長が見えてるから OK なのか。完璧な支えですね。なんと、資材3つだけでこれが成し取りられてしまうんですから。でも、まあ、明らかになんというか、この、仮穴状にくぼんでいるところを利用しろという、ミッションだったっぽいのに、これで達成してしまうのはどうなのという気もしなくはない。というかなんかピタッとはめ込めそうだったよな。それをやれば一個だけでできたとこあったかもしれませんね。
だいぶ登ってきましたが、こんなところにもいるんだな。また見ましたね。ん？こんな看板もあるんだな。いろんなパターンがあるね。なんか、全部あの L 字だけだと思ってた。案外そんなことはないんだよっていうことですね。では、君のその支える力がどれほどのものなのか試させてもらおう。これでだよ。あんまりやりすぎると後ろに倒れるかもしれないんだよな。ということはですよ。この斜め戦法ではなく、平ら戦法でいこう。多分前に倒れる力が強いのが困っているから、それを優しく受け止めてあげればそれだけでいいんじゃないのかな。これで、ちょうどいい感じのところに置いておく。多分これでいけるはず。いや、でもちょっと距離があるかな。お！でもこれは倒れてない判定じゃない？立ってるでしょう。多分2、30度ぐらい傾かなければ、倒れてない判定だと思うから。ナイスな安定感だったね。でもちょっと傾いたまま固定しない？まあ、こんなもんか。では、体感料理食べといてと。お、やっと見つけた、ゴーレム。お前の素材が欲しかったんだよ。ゴーレムってどうなんだろうな。不意打ちできんのかな？なんか不意打ちとかとは無縁そうな存在に見えますけどね。なんか食ワンダーとか欲しくなるな。あれ、日記に飛びついて、みたいな。あれ？あ、バレました。バレてしまったら仕方がない。痛いんですけど。許しませんわよー。痛いんですけど。カチコチで暴力を浴びていくよ。あれ？これもしかして効果上書きされてる、もう。なんでこうやって。仕方のないやつだぜ。ちょっとこれは邪魔です。オッケー。ラーイ。お、兵隊ゴーレムの角上等だ。へえ、初めてだね。あー、これでも強いかな、普通に。ちなみに、え、こいつら、木の棒で戦ってんの？もうちょっといいもん使えよ。いってー、この野郎。とんでもねえパワー持ってんな。木の棒も燃えてるしよ。はい、はい、はい。じゃあ、こいつ。やたらとあれだね。爆中からのピンポイント。これでひるませておいてから、殴る。角はあるけど。あ、でも、かゆいのコンボはこれ、ゾナウパワーだな、ね、ゾナウパワーだねって。これコンボを拾って、あ、どんなにも素材で強化って書いてあるもんね。これを、あ、でも攻撃力アップついてるのか。偉いですね。まあ、下流の頭もかっこいいとは思うんだけど、頭の素材だけを外せば、これどんなにもの剣が手に入るわけだ。おぉ。ああ、デフォルトだとこんなもんなんだっけ。かっこいいですね。これにダイヤモンドとかくっつければだいぶ強いんじゃないかって話ですね。耐久と攻撃力を兼ね備えた、両手剣？これがあったか。でも石一やるんだったらな。ダイヤモンドで強化してよな。ダメか、ここまでやっても。まだ負けんのか。もうダメだ。帰ろ。ダイヤモンドを掘り当てるか帰るかしてちょっと。攻撃力を稼いでおこう。火打ち石はあるよな。で、石打ちがあるから、あとダイヤモンドさえあれば、巨岩砕きか。巨岩砕き作れるはず。巨岩砕きってスクラビルドできるんかな？できるんだったらダイヤモンド巨岩砕きで、ボコボコにできるかもしれねえ。ダイヤモンド売ってるところってこの辺にあったっけ？もっと外れだったかな？久しぶりに、ああ、あったあったあった。久しぶりに来たもんで忘れてると思いましたが。1000ゴールドが半額なのか。
ルピーが当たらなーい。巨岩砕きを作ってもらいたいんだけど、3つで足りるんだったっけか。ちょっとお願いしてみようぜ。石砕きはあるんだが。へい。カジヤだよ。作らせてほしいごろ。アマンゴロ。こっちに話しかければいいのか？火打ち、石打ち、火打ち、石穂、ダイヤモンド。あげるけど。じゃあ、巨岩砕きについて聞いておきゃよかったか。ありがとうごろ。はい、あげる。ダイヤモンド3個はなかなかだけど。ありがとうごろ。これで作ってもらったら、もらえるんじゃないかな。巨岩砕きの仕上げ、完璧にやりとけるごろ。魂を込めて命を叩き込むごろ。でんでんどんどん、でんどんどん。シュッシュ。しっかりとなんか仕上げに、ヤスリがけしたみたいな音も入ってますね。どうですか？これじゃあ巨岩砕きとは言えない頃。弱砕き程度だ頃みたいな。手に取るまでもない頃。そんな、これお寿司屋さんのあれか？ずっしりとした重厚感。鈍い中にも鋭く輝く光沢。よくやった風豪。数々の巨岩砕きを見てきたが、その中でも最高の仕上がり頃。ありがとうございます頃。こういうのはガチの褒め方だからな。一応間違った道に進んだが、もう大丈夫みてえだな。今日からお前がここに立つ頃。師匠。お、巨岩砕きを受け取ってほしい頃。もらった、38。人間が使いこなすにはかなりの熟練が必要。なんか軽々振り回しましたけどね、リンク君。俺のお客さん第1号頃。もし壊れた時にはまた来る頃。素材は必要だけど俺が完璧に作る頃。またダイヤモンド3個と石砕きがいるんかな。おお、テントに立ってる。素材を教えてほしいんですが、巨岩砕きを作って。お客さん、ああ、1個しか持てないんだ。巨岩砕きに込められる魂を1つ、壊れたらまた魂を呼び戻すわけね。この世からその魂が消えない限り新しいのは作れない頃。だから、ここから別のところに放り投げても、あれなんだな。わかるんだろうな。巨岩砕き？一子相伝で受け継がれた、選ばれし鍛冶屋しか作れない由緒正しき武器。ああ、素材の数は変わらないのか。でも、石打ちどこで手に入れるんだ、これ。石打ちがどっかで売ってるんだったらいいんだけどな。石打ちを手に入れるところから大変なんじゃないのか、これ。幼ゴロンの時、幼子ではないんだな。師匠として肌が高いゴロ。だからなんか、継がせるために、なんていうの？お世辞を言ったわけじゃなくて、ガチでも、本当の石、巨岩砕きを作れるまでになってるって、レベルなんでしょうね。それはまたいいことではあるんですが。ちょっと待って。巨岩砕き持っとるやんけ。おいおい、このように一つしか魂を打ち込めなかったんじゃないのか。これは巨岩砕きじゃないのか。ちなみに、あ、これスクラベルトすると、あれだよね。青色の炎まとうから、炎というか、まとうので、それがないということは、この巨岩砕きはさらに、スクラビルドすることができる。そういうわけですね。スタルヒノックスの角くっつけたら、雷竜にも勝てるかな。希少石岩ロックの心眼。これってこんな火力高いのか。こういうのをくっつけたいよな。なんとか今ある素材で、巨岩砕きにつけるための素材を手に入れに行くっていうのもありか。巨岩砕き。あ、思い出したぞ。巨岩砕きで思い出したんですが。ということはこれ、リトの村のリーバルの弓も、これ作れるのか。この辺ほこらなかったっけ。飛びに行くのがめんどくさいけど。そうだよな。大足の弓か。あれもらってきたら、より冒険が楽になるのでは？素材何いるんだったっけ。また集めに行かないとな。この辺まで行けば多少は、あったかくなってくるよね。いや、なんかリトの村来るの久しぶりだな。ここで、戦力を、あれ、補強するというか、しっかり準備してから向かうっていうの全然考えてなかったな。一番最初に攻略したところだからなんか、大したもんないよな、みたいなイメージがどっかにあったけど、全然そんなことはないだろう。ということで、祠解放して、ついでにやっとこう。ガタキサの祠。こちらの祠は、風に乗って、
風に煽られるよというのをここでまずは教えてくれる？あおう。なるほど、そういうことか。うえぇ、とんでもねえ、罠張り巡らせてんな。平気だもーん。できればいいんだもーん。これのさらなる上位版みたいなのが来るのか？あ、これ下か。そういうことか。ささささささー。なるほど。今度はこれ風に乗っちゃいけないパターンやな。ふぅー。あー、怖っ。あいや、あいや。割っちゃうよー。あー、怖っ。とんでもねえ、もう。コーラムくーん、コーラムくーん。はい。ふいち、時期運かい。え、いなくなっちゃったー。なんてこったい。これ全部倒さないといけないパターン？というわけでもなさそうなんで、スルーしてみようか。あおー、もうゴールかい。宝箱あるよな。ちょっとそれ探してみるのもありか。なんかあるかな。わお。なんかすげえことになってる。この上があるのかい？あれ？ちょっと待って。ああ、そういうことか。ああ、宝箱あったー。お前のことを探していたんだよ。ちょっと待ってな。ちょっと内側で倒さないとね。素材が落っこちてしまうんで。これなーんだ。お、ゴーレムの供給いいね。耐久アップ。あーん、でも火力が微妙だな。一瞬で見らんか。どっちがいいか微妙だけどな。まあちょっとゴーレム素材の回収もついでにやっとこうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。てかこれ木の棒で倒せてんだよな。くっそ弱いな、こいつ。ありがとう。よいしょ。非常に簡単な祠でしたね。まあ、風のチュートリアル的な感じなんでしょうね。これ意味深な岩なんだけどさ、絶対いるでしょ。いないわけがないのだ。見つかった。見つけられたくないということでいいのか。弓作ってもらえるのってどこだったかな。影に止まった白い鳥。そう、この辺の謎もまだ解いてなかったな。いや、解いたんだったっけ？あ、そっか、飛行訓練所あったな。そっち行ってもいいのか。新しい矢を発明するちょ？もらっちゃダメかな、これ。マジでくれるの？うわぁ、なんかすげえ申し訳ないことをしたような気がする。もらっちゃえって言ったら、そのまんまもらっていくっていうね。この辺り地上絵あったっけ？ではさーん。お、大足弓。ツバメの弓。作って。ツバメの弓。てか、ここもダイヤモンド使うんか。ダイヤモンド要求しすぎじゃない？チェリーくん。宮前が抱く三つの人をその中心に秘宝は眠る。三つの世を導き、かの地満ちるとき、眠れる秘宝目を覚まさん。村の北西のクムの人。ふーんなりだ。ツバメの弓がいるんか。ツバメの弓ってどこで手に入るんだろうな。飛行訓練場。飛行訓練場でもらえたりしないかな。ちょっと行ってみようか。飛行訓練場に、上空から、やってきました。お、いますね。挑戦者がいてくだされば。なんかくれるのかい？これは？もらえないやつ？懐かしいですな。お久しゅうございますな。武器の教育から救ってくださった件、話を聞かせてもらいましたぞ。誠にありがとうございました。俗称を引退されてしまいましたが。武器も読みましたし、新しい訓練。空に浮かべたリングを通り抜けて、リンクとかリングとかややこしいが、空が荒れることになっても自由に羽ばたける翼を育むための訓練。腕に覚えのあるものに名乗り出てもらえればありがたいのですが。よし、やったるで。と思ったんだけど、いけるのか？もう一回話をしようか。リンクがリングをくぐっていくんだな。15個を取り抜ける。いいよ。でも賞金なのか、ツバメの弓くれると嬉しいんだけど。
いいよ。でも、リト族の訓練にな、ハイラル人で参加するってなかなかだよな。ちょっとやってみてもいいかな、みたいな。別はその発想にすらならないと思うんですが。ちょっと待って。意外と時間余裕ねえな、これ。10個。これで。これだ。オッケー。でも20個くぐれたぞ。すべてのリンゴをくぐるとは。もっとバランバランになるのかな、今度は。翼も持たぬ身でありながら素晴らしい飛行。お、めっちゃもらえるやん。上級の訓練もこなせそうだな。参加費をいただく。なぜや。参加費で、あれをもらえるんだったら欲しいんですが。てか、中級ないんだな。いいよ。どういう内容とレベルかにもよるんだけど。やってやろうじゃねえか。これは、まごうことなき飛んでますね。なんかこう、ルートがあるっぽいな、これは。ルートがあって、その通りに通っていくと、いい感じに進める的なね。待ってー。俺そんなところ登る予定はなかったんです。おっと、こんなところにもあったのか。ちょっといろんなところに散らばりすぎてて、もう場所がわからん。全部はくぐれんな。どこ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 。終わっちゃった。27ではダメダメかな。タイムアップですぞ。合計何個 ?30 だったらもう悔しくてしょうがないんですが。27個のようですな。明るくいいか。とりあえず参加費は返ってきたけど。何をもらえるかが欲しい、教えて欲しいんだよな。とりあえずやってみようか。序盤で苦労することなく時間を。あれだな、大事にできれば。なんとかなると思うんですが。待ってー。ここにもあるのか。実はここからくぐっていった方が早いとかある？ここで。こんな風にくぐっていって。で、こうでしょ？これで。いい感じに飛行していくことで数を稼いで。で、ここで、浮いて、登って、浮いて、登って、あーめん。記録は更新しましたが。32、え、まだあんの？合計何個あんの？教えてくれよ。でも30個いったんだったら、なんかいい報酬くれるんじゃないのかい？全部ではないっぽいが。お、いい参考になりました。50くれる？まあ、ちょっと増えるね。ですが、こんだけかい？以前の訓練で使っていた弓矢ですぞ。お、もらえるのかい？やったで。ツバメの弓もあるやん。やったで。そう言ってもらえると思って、わざわざ探していたんですよ。ツバメの弓ありがとう。ここに来れば毎回手に入るとかであれば、自由自在に大足の弓、量産はできそうではあるね。まあダイヤモンドが全然足らないんですが。というわけだね。あとはお金を安定して稼げる方法があればだな。うん。ちょっとデスマウンテンで宝石でも集めるかな。この辺の岩ロックとか倒してっていうのもありかな。ここが結構ありだと思うんだよね。ん？なんかレーザー出てるけど。なんか置いたっけこれ。ああ、違う、あれか。ここ前に来た時に、あれなんだよな。なんか、ボスのイワロック的なやつを倒した時に、なんか起動して、レーザーが出たんですよね。これ辿ってきればいいのか？せっかくだしやっとこうか。何者なのかいまいちよくわからんが。なんか、あからさまなものもあるし。ん？あ、鳥
透明な祠ってことこれ。え？でもタッチできませんよね。どうすればいいんだい？ここでなんかしろって言ってたっけ？掴んでやろうぜ。掴めないから、ここで実は通れルーフが使える。わけでもない。なんか物を持っていけばいいのかな？なるほど。ここに祠があるから、これをどうにかして解放することができれば便利でいいよねってことかな。確かに便利だと思う。解放はしておきたい。交渉はあんまりないでしょうから。素直に採用に行けばいいんじゃないかな。あー、でもここそんなに交渉復活もしない感じか、これ。なんかあるけど。あ、これを運んでいけばいいのか。そういうこと？なるほどね。祠的にここに置いてほしいんですけどっていうのはあるんだけど。ちょっとなんかの間違いで持っていかれてしまったとかなのかな。こいつを運んでやりましょう。内部の探索はまた今度でいいかな。ゴーン。目的地を勝手に指してくれるっていうのは運びがいがあっていいというか、楽でいいですね。これ持って運ぶのと、ウルトラハンド使うの同じぐらいなんだな。これこそロケットでもくくりつけて飛ばしてやろうかという感じなんですが。さあ、これを持っていけば、なんとかなるんじゃないかな。というか、祠ってこれを、がなんか種みたいに空から降ってきたから、それが地上、その、地底まで根を張るような感じで、祠を成長させていたってことでいいのかな。水晶を授けし者よ。何時に蛇を払う光を与えん。え、もしかしてクリアでいいの？ここから祠が出てきて、挑戦ができるね、やったねっていう、挑戦権を得ましたねっていう話かと思ったんだけど。ニョキー。ズーン。ふわ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 。光が輝いて、こういう風に出来上がってたんだなっていう感じしますね。ということはこれ中入ったら祝福っていう可能性もあるかな。デスカルデラの祠。祝福だと嬉しいな。ついでになんか、石砕きとかもらえたら嬉しいな。いやでも一回きれいだともったいないから、なんか、100ルピーとかがくれる方が嬉しいかな。お、ラウルの祝福でした。何くれんのかな？周りの空間がちょっと怖いけどな、これ。お、大容量バッテリーだ。でもスペアバッテリーなんだよな。直接、あれ、容量増やしてくれる方が嬉しいなとか、思ってみたり。まあ何にせよこれで、ここにワープして飛んでこられるようになりましたし、非常に便利ですね。デスマウンテンに始皇道到着。宝石を集めまくるぜ。もっといろいろあると嬉しいんだけど、案外ないな。なんで誰も来ない頃？そりゃ、トロコが繋がってないからでは。お話ししましょう。レールはこれでオイラがここに取り残されてるってのに、誰も気づかないなんて、寂しい頃。岩がいっぱいあるから、飢え死にはしないのかな？あれを乗せてオイラを外に連れて行く頃。何簡単だ、これ。ちょっとトロッコごとオイラをぶっ飛ばしてくれたらそれでいい。爆弾があるからこの向きでいいのかな？乗るかい？とりあえずトロッコは用意できたぞ。はい、乗れるもんなら乗ってみな。乗ってみて。やっぱ向きはこっちの方がいいか。それでは、
ぶっ飛ばして差し上げましょう。ブリケットが、二つほどいるかな。君、オイラのことをトロッコごと吹っ飛ばす頃って言ったよね。容赦しないよ。ここかな。ちょっとバランス悪いけど。まあ、飛んではくれるんじゃないかな。いってらっしゃーい。おー、普通に楽しそうなんだけど。成功しない？なんだよ、ゴロン。ちょうどいい重さで。なんか派手に吹っ飛ばなかったな。なんかもう一瞬で地平線の彼方まで飛んでいって。面白いゴロンって言うつもりだったんだけど。あっさり来ましたね。ブリケット君いい仕事したな。どうだい？というか、レールが取り入れている中、普通に助けに来てくれたハイリア人なんだから、ただものではないと、察してくれていたらよかったんだけど、孤独に月に帰る危機が去った頃、一応その危機はあったんだな。ドナウエネルギー。ロセイワーも出なくて、まずそんな変な乗り物ばかり出てくる頃。乗り物が出てくるって嫌だな。まあ、とりあえず困ってる人は一旦いなくなったんで、僕の探索行ってみましょう。なんだかんだこの奥ってまだ行ったことないしな。仕方ないからこれで壊すか。お、入れましたが。ああ。そういうこと。これ使ってくださいねっていう意味だったのか。もう手持ちから使っちゃったよ。ちなみになんかこれ、パッと見岩かと思ったら、風化した宝箱だったのね。お、一周打ちだ。はえー。これは、すげえいいもんじゃないか。木の棒いらない。あちゃ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 。なんか燃えてる？あ、違うわ。取り出した木の棒が燃えてるだけだとは。おってか多くあるやん。おってか合いすぎやん。結構大事なところだったんじゃないのかい？めっちゃ逃げるな、あいつ。おえー。こんな激安の火山の中でもあんなバブル出すなんて、ただものではないな。入りまーす。次、ブザマに落ちたな。まあ、普通こういう落ち方するよなと。しょうがないよなっていうレベルの落ち方しましたが。この宝箱って何回も復活するのかな？それだったら何回でも石打ち取りに来るんだけどな。さすがにそういうわけにいかないよな。なんかどっかでミニゲームやったら石打ちあげるよみたいな場所があったりするんかな？まあ、あるいはこの、石打ちというかね。ある程度、この巨岩砕きとかね、大足の弓とか、壊れてなくなった時に、それの材料ごと復活してくれるとかあるのかもしれませんね。まあ、そういうのに期待しとくかな。何はともあれ、ブラッドムーンは実はありがたい。これで貴重な岩を落としてくれる、岩ロックとかが復活するんで、そいつら相手にしておきましょう。赤く染まりし。デルダ様の中二病ポエムを聞き流しながら、こっちに向かいましょう。この中魔物もいたような気はしますが。まあ、それはそれ。やったで、復活してるで。復活してますが、相手さんの地味にきつかった覚えが。じゃあ、霊気を見てる。はい、はい、はい。暑いです。暑くなるのが早くないか。イエロー。登らせておくれ。はい、はい、はい、はい。はい、いろいろ落としやがれ。さあ、ひるみやがれ。また燃えるんかな？燃える前に潰せばいいのだ。アンマー属性殴り続けるのだ。もうこれで倒すまで、倒すまで、倒すまでいっちゃえ。あお、あとちょっとあのに。待ってくれよ。これでやられるとか嫌だから、しっかり回復はしておいて。ちょっと、間を通らせてもらうよ。間を通って、背中を攻撃すれば、
届くんだな。よし。オッケー。岩ロック、マグロックもだいぶ制御しやすくなってきた気がするな。オバールばっかじゃねえか。なんでエメラルドの一つも出さないんだよ、君は。あの辺の宝石ってほんとレアなんだな。こんなに集まらないもんなんだな。これなんかと、スクラビルドしとくかな。ゾナニウム？新ガン。お、27プラスはでかいよ。まあ割とありでしょう。27か。これと、巨岩砕きくっつけてもよかったような気はするけど。まあ今更言ってもしゃあない。じゃあ他のところ探すかな。希少岩ロック、確かギルドの方にいたよな。ちょっとそっちで探してみようか。ここか。いや、どちらから行っても絶妙に遠いな。まあ、ギルドキャニオンから行くかな。希少岩ロックが復活しているという話を聞いて。やってきましたと思ったら、ちょっと待って、なんか、すげえ、こんな、ゼロ距離で。すげえ、空の彼方から落ちてきた不思議な石の狩りが。宝石に近く価値が高い。はえ。すげえな、落ちながら拾うとかできるんだな。なかなか、面白い体験をさせてもらいましたわ。そんでもってやってきました。こちらが、希少岩ロックじゃなかったっけ？この子。なんかちょい固めの材質を落としてくれるという、メガネ岩の岩ロック君を、これで戦っていきましょう。お、ちょっとなんか珍しいもの落としそうな見た目してる。これでかいぞ。マグロックハンマーで、殴るかな。いざ参る！いざ参る！バン、バン、バン。ちょっとまた、ブルブル増えそうだったんで一旦待機しましたが。ちょっと一旦構えていただいて、間を通り抜けて、中から回り込んで、殴る。そんでもって、弓で。でもこっちが乗ってる間はもうビビらないのか。さあ、急に攻撃されるとびっくりするでしょ？ビビらせてから登って、変、変、あはや。もっと芋落とせ、もっと芋落とせ。よし、オッケー。こんな感じで殴り抜けるわけですね。お、ダイヤモンドありがてー。ルビーもありがてーぞ。と、こうやって手に入れたと。そしたらこいつを巨大砕きでくっつけるわけだ。ドン。71。とんでもねえ火力のバリモンが出来上がったぞ。巨岩砕きプラス、希少石岩ロックの新眼。これは大ボスに振るいたいですね。これ込みだったら雷流どうにかできねえかな。あの雷流に、かの雷流にリベンジを果たす時がついにやってきたのだと、いう気持ちなんですがどうかな。これまで使っていた、これの倍くらい火力出るんでしょ？まあ倍、倍弱だな。そしたらあっという間にダメージ通って、勝てないかな？雷流倒したら何がもらえるのかとも気になるし、一回やってみるか。まあ、これをもってしても勝てなかったら、さすがに諦めよう。雷流撃破を諦められないので、まだまだ挑戦していくよ。急に雨降ってくんだよな、ここに来ると。天気悪いわ。何に反応してんだ？弓じゃない。盾でもない。ああ、武器か。え？巨岩砕きって、これ雷まとってんだ。そいつは知らなかったよ。武力ちょっと一旦飛んできてくんねえかな。お、来た来た。飛んできてくれたんなら、ここでちょっくら、時間を潰させてもらうぜ。いった、もうこっちがスタミナ消えてるのをいいことに。マックスエイクを使わせてもらうね。君がそのつもりなら、マックスエイク使わせてもらうね。車線が通ってないんですけど。
いったもん。めんどくさいやつだ、ほんまに。やってくれやがれ。熱妙に回復が足りてねえんだよな。はい、降りてきて、降りてきて。降りなさい、降りなさい。変なところで、陣取らないでください。広いところで殴りたいから結局、降りてきてくれないと困るというのはあるんだよね。やめろ、届くだろうが、こいつ。なんでいつもよりスピードが速いんだ、こいつ。許さんぞ。うわぁ。やばい、やばい、やばい、やばい。もう、めんどくせえ。こいつ、ほんま。だるさの塊みてぇな動きしてやがるな。ダメージ通して、飛んでこないでくださーい。待って、あと一発。よし、ここで武器を持ち替えて、これで、殴る殴る殴る。だいぶ入ったぞ。さすがの火力。と言わざるを得ませんね。そう、これでチューリくんが削ってくれるというのもでかいし。なんかすげえいい感じにガードしてくれてるのもでかい。待って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 。いいぞ。陰謀の耐久すげえありがてえぞ。今度こっちかな。やべ、真ん中潰しちゃった。真ん中潰れると他のやつを早めに潰さないと、うまく決まらなくなるんですよね。左を優先しようか。よしよしよし、悪くないぞ。これで弓矢を、竜骨に変えて、これで、オッケー、いい火力。やめてくれ、もう。こうやってひるんでる間に、時間の無駄になるかもしれねえだろうか。釣り釣り。いいぞ、もっと、もっともっと、もっと殴れ。こいつには、それをされるだけの、悪行の数々があったんだ。もう、これで風飛ばされるの本当にだるいな。許せませんわ。やめてちょーだい。もっと早く引き絞ってくれていいのよ。さあ、あと一発ずつ。飛ぶな。落ちろ。あと一発。オッケー。さあ、巨漢くなきの出番だぞ。これで、殴る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 。あとちょっとあとちょっとあとちょっと、終われ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 。おお、やったか。よっしゃー、粘ってこなかったね。やったぜ、勝った。いろいろ落としましたが、グリオクの羽、強っ。羽でこれなの？グリオクが飛行する際に使う、清流効果のある羽。薄く軽いが非常に丈夫で、これをつけた武器や矢は、風に乗せて遠くまで飛ばすことができる。これは？グリオクの雷電核。もう完全にモンハンだな、これ。雷を帯びた、グリオクの頭部にある冠状の角。溜めた電気を放電する性質がある。はぇ、攻撃力はすごく上がる。ね、でも素材だけか。素材だけって言っても、まあその素材がめちゃくちゃ強いってことなんでしょうね。確かに素材で攻撃力順に並べても、おぉ、一番上に来ますもんね。なるほどね、ドラゴン系はこれが、いい素材だからってことなんでしょうね。確かにこんなに強いのを持ち歩けたら、ちょっと攻撃力高い武器作りたいな、スクラビルドしたいなっていう時に、そんなあなたにこれって言って、急に出せますもんね。いや、でもやっと勝てたか。もうこいつに何回も来たか、わかりませんでしたからね。ようやくリベンジが果たせてよかった。ありがとう、巨岩砕き。巨岩砕きに、希少石がくっついたこいつは、さすがに強かったね。だからこれがあれば他のボスも楽々倒せそうな気がしますね。まあそれで攻略していくのも良しだし、まあこれはね、復活する、
素材を回収したいイワロックとかを優先的に倒すのに使ってもいいかもしれませんね。といったところで一旦ここで区切っておこうか。どうなろうな、ほとんどカットになってるかもしれませんが、とりあえず楽しめてよかったねといったところで今回はここまで。ありがとうございました。